はい、ということで今回の企画、中間テスト公開と、まあ言いたいことがあるんですけど、1ヶ月間動画サボってました。もうテストが終わったということで、まあ本音を言ってしまうとやりたくないです。絶対にやりたくないです。なのでやりません。ありがとうございました。まあそんなのどうでもいいんですよ。誰だよこれって。つまりさっきの今回マジで過去最低です。でちなみに前回の中間テストの結果言ってなかったんですけど、今言います。国語が57点、社会が48、数学が38、理科41、英語がなんと77。ちなみにこれ数学は60点満点です。60点満点の38点なんで、まあ半分は超えてますね。で3教科合計が172点、逆にで3教科合計の平均が191で、5教科の合計の平均が314で、自分が261。前回の中間はまあまあ良かったんですよ。でも今回は甘く見ないでくださいよ。マジテスト舐めないでください。ざっけんなマジで。はい、まず一つ目、天才。102点、国語22点です。なんと平均54。終わってますねこれ。最高はこちらなんですけど、はい、42点。これ理科が42で、理科の平均が61点。続いてね、数学をね見せていきたいと思います。で数学が41点。知識理解が39点の、思考判断表現が2点です。何をしてんの。死んでますねこれマジ。頭悪すぎないか。あ、これちなみにテスト期間中僕動画上げてなかったんですよ。で皆さんこれ多分、あ、これテスト勉強してんだなって多分思ってるかもしれませんけど、やってません。何をしてんの。続いてね、イングリッシュ英語をね見せていきたいと思います。まあこれ科学のサイエンスってことで、まあね早速見せていきたいと思うんですけど、こちら24点。まあ24点ひっくり返したら42なんで、まあ結果オーライですね。思考判断表現がなんと7点で、知識技能が17点です。これはね僕ね7を狙いました。まあ本当は50点ぐらい取れてたんですけど、あ、そうそう。で、僕はね、これ平均点下げてるんですよ。英語の平均点が59。社会積みました。社会終わったんですけど、あれ社会意外と高くね？え、待って、社会意外と高いんだけど。26点。何をしてんの？もうこれひっくり返せば6点ですね。やばいんですよ。僕の回答。回答がやばいんですよ、これ。なんか、3人の、なんか特徴があって、それなんかその人たちの名前書きなさいって問題が出たんですけど、なんとベッカムって誰っすかってことで、サッカー選手かってことなんですけど、社会の平均点なんと 66? これは俺が低いんじゃなくて、俺以外が高すぎるんですよこれ。わかります。まあでも僕の友達で平均点5教科の平均が、まあ、40点の人いるんで、まあ、それに比べたらまあ僕高いっすよね。まあ、高いです。まあ、はい、高いです。続いて合計なんですけど、悲しいことになんと3教科の合計が87点。で、3教科の平均点が177。あ、じゃあ5教科の平均から言おうか。平均は303点で、自分のが155。前回の中間テストの合計が261点、60点下がってます。3週間後にテストあるんですよ。まあ、今回はね全力で勉強するので、まあ合計ね、まあ、次期末なんで500点はいきますということでね、もうまた近々テストがあるんですけど、もうテストはですね、もう本当にしょうもないことなんですよ。テストって面白くないじゃないですか。